ういう感覚で全然、はい、もういいやと思ったら止めてもらって、うん、はい、はい、はい、これをこんな感じでタッドガードを真ん中に集めて、もう直角でいいんで、左手でこんな感じで3つにして1個に重ねてもらっていいですか。あ、左手でポンポンポンって何も考えないです。エリキさん手震えてるよ。なんだこれって感じ、びっくりしますよね。はい、1個に重ねてください。もう何にも考えないです。あ、もうどの順番でもいい。もう全然大丈夫です。まあ、むしろ考えてる2が引っ張られやすいです。はい、じゃあ、考えるのには正位置と逆位置っていうのがあって、はい、こっちを上にしたいか、はい、こちらを上にしたいか、どっちが上がいいですか。あ、こっちが上。はい、じゃあちょっと見ていきますね。はい、さあ、リキさんが丸裸にされます。はい、これですね。まあ今から1ヶ月以内というのはちょっと非常にこう忙しそうというかバタバタしているので、まあ、女性との出会いというのは1ヶ月以内はちょっと難しそうですね。うん、これ女の子のカードが出てきた時が出会いの時期なんですけど、おっとこれ2枚目はまだ女の子映ってないですか。2枚目は10のコインといって、まあ、仕事上の安定とか運用上のいいものは出てますね。おお、いいですね。これは非常に強いカードなんですけどね。ここで出てきました。おっと、早い早い、ちょっと飛ばないように見せておきます。あ、そうですね、いつ一応、まあ、例えばリッキさんのことをこう気になって気に入って近づいてくる、はい、女性が7月から数えると10月の4日から11月の3日までに、なんていうのか、結構若い感じの子、スポーティーな感じの、まあ、活発な女性っていうのが、まあ、ちょっとこうアプローチしてきます、うんうん、でバランスのカードが出てるんで、まあ、ちょっと様子見るのかなって感じね、リキさん。あ、僕は様子見ると、でもなんか若々しい感じがするんで、あ、若い子、若い子だと思う、合ってる気がする。でスポーティーな感じの子、スポーティー合ってる気がする、うん、なんか覚えがあるの、リキさん。いやいや覚えはないけど、近づいてくる、まあ、向こうから近寄ってくるのがそのくらいですよってことですね。10月の4日から11月の3日まで、うん、で特徴で言うと、まあ、スポーティー、若い、うん、なんかこう明るい感じ、活発な感じの子、まあ、スポーツやってる子なのかもしれないですよね、うんうん、やばい。で結構立て続けに出会いは一応あって、ミキさん持ってきじゃない。12月の4日から2018年の1月の3日までも、まあ、似たような相性がいいのは、でもどっちかかな、どっちかかな。これここで願望達成っていう、なんかちょっと恋愛的に盛り上がるものと、うん、2月の4日から3月の3日にかけて、まあそこそこ幸せみたいな、8割方幸せっていう盛り上がる感じのものが出てるんで、わあ、すごい。この10月の4日から出てくる子か、12月の4日から、ね、1月の3日にかけて出てくるとか、これって今もう出会ってるか出会ってないかとか分かるんですか、この出会ってるかどうかで言うと、出会ってはいてもあんまりこうまだ仲良くないとか、そんなに知らないとかって可能性はまああるかもしれないですね。まあ、でもこのエンペラーって言って皇帝のカードが出てるんですけど、ちょっとリキさんに似てるんですけど、はい、あの皇帝のカードが出てるんで、まあ、多分リキさんが何かこうきっかけは多分どっかであって、女の子の方から近づいてくると、この子だったら、まあお、まあ、自分と連れが取れるかなみたいな感じ、うんうんうん、その後もごめんなさい、飛んじゃうんだ。へー、すごいね、結構細かいですね。これにしても全然わかんないと思うんだけど、まあ近づいてくる子はいると、2人
すごい、リシはやっと、やっとじゃん。やっとじゃん。ただね、まあ、すっごく、うわーっていきなり、あの、お互いに燃えるっていうより、女の子の方は、わってこう、興味持ってくるんだけど、リシさんの方が若干慎重なんですよね。そうバランスを取ろうとするってこんなことなんで、この子大丈夫かな、どうかなってこう見てから、一子があるから、燃えるまでに時間はちょっとかかるのかなって気がしますね。はい、すごい。それで簡単に言ってしまいます。他に何か聞きたいことは？そうね、なんだろう。じゃあ、この番組の、はい、ね、これ聞きたかった。この番組の、はい。どうだろう、将来性、まだね、はい、あの2年かな、2年目、2年なんだけど、うん、はい、まあ、これから、うん、まあ、やっぱりメジャーになるようにね、メジャーになるように頑張って打ってる最中ですけど、はい、どうなるか、はい、あ、これもタロットなんですね、確認しましょう、うん、こんな感じ、さっきみたいに、さっきみたいに、はい、で、真ん中に寄せていってもらっていいですか、はい、なんかありますね、これ携帯で、あのトロトロのやったことあるんですけど、こんな感じ、こうやって中に入れたら、はい、中に、それは触るほどいいです、うん、で、真ん中にぎゅーっと、感じですね、はい、ありがとうございます、はい、やりましたね、はい、まあ、あのラジオね聞いてる方は、はい、目で見てないんで、はい、どういう状況なのかちょっと分からないかもしれないですけど、写真でも撮ったら後でアップして、まあ、はい、どんな感じで、ね、聞いてるだけでもこんなに細かく出るんだっていうのはね、3つで、はい、うん、そうなんですね、感じられると思います、まあ、具体的に聞くとやっぱり結果って、あ、それを1つに重ねてください、具体的に出る、うん、ただし、まあ、タロットにはルールがあって同じことを何度も聞いてはいけない、あ、最初の答えがやっぱり全てなんです、はい、こっちが増えるか、そうなんだ、こっちか、こっちか、ちょっと上にちょっと見ていきますね、この番組の将来、はい、怖い怖い怖いけどな、さっきよりドキドキするけど、あの3ヶ月で終わりますとかって言われた大丈夫大丈夫、それは多分大丈夫だと思う、まあ、これなんか広告とか宣伝のところに何かこう、強力な、うん、あのメディア広告宣伝を意味する場所に強力な、なんか協力者っていうか、なんというかがちょっとついてるので、うん、そのなんだろう、この番組の宣伝、あ、そっか、そのスポンサーさんなのかしらね、うん、これね、なんかなんか怖い例ですよね、怖いと思うと思うんですけど、ね、一応ローマ法王のカードなんですよこれ、あの、法王っていう意味で、なんか誰かと誰かをつなぐとか、まあ、あのバックアップするとか、それだからバックボーンがちょっといい感じなので、まあ、まだまだ全然発展していく感じっていうのがあって、で特に盛り上がってくるのは、どうかな、9月以降から、今年の9月です、うん、すぐじゃん、ちょうど9月で第100回目の放送なんですね、うん、9、10、11めっちゃいいっすよね、おー、うん、もっともっとこう芸能的要素を入れていくっていうか、うん、エンタメ的要素を盛り込んでいくといいのかなってことと、うん、これなんか地元に根ざした感じっていうのがすごいいいですよね、太陽の感が出ていて、あとはこの、斬新な広告方法なんですね、うん、なるほどね、盛り上がっていく感じありますね、へぇ、うん、というところですね、よかった、アリスさん、めっちゃドキドキしてた、ドキドキしますね、うん、また、まあ、12月の4日から1月の3日までに何か大きく変わって、12月で、1月の4日からまた新しいサイクルに入る感じですかね、へぇ、はい、新しいサイクルね、新しい感じが、うん、ちょうどね、はい、1年のねスタートぐらいになる時期もね、うん、はい、いいかもしれない、3ヶ月後から何か来てますよね、3、うん、7、8、9月、あ、よかった、ちょうど今年放送100回目の頃なんですよ、9月って、うん、そうなんですね、9月4日から12月の3日ぐらいまで、
大変動というか今後のとっても重要な参加です。はい、これちょっと ね、頑張りましょうね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやなんかドキドキした本当に、ね、でもリクさんいいね、いいこと聞けたね今日 ね、うん、ね、女性のカードが2枚もね、うん、出ないと出ないですよあ、本当出ないと全く出ないですよ、はい、よかったですね。あらやばいな、また行った、うん、早いタイミング。でも慎重にっていうところが本当に合ってるとか、確かに慎重っぽいよね。そうですね、天秤といってこう慎重に慎重にこうバランス崩さないようにっていうのが出てたんで、うん、まあ、過去の経験がそうさせてんだけどね、はい、そう慎重に、まあ、同じぐらいの時期にね、2人ぐらいちょっとこう出てましたもんね。ねえ、出てくれよ、ほんとに、うん、ほら、いつも聞いてくれてる日本高松マリーさん、面白いって思って、はい、面白いって思って、ぜひね、サトリンさん、うん、Facebook でもね、はい、お友達になってもらって、いろいろまた、ね、はい、メッセンジャーとかで、はい、よろしくお願いします。うん、すごいな、でもこれちょっとね、簡単にやってしまったんですけど、まあ、もっと見た目どんな人、仕事どんな人とか、そういうのも、そんなのも出るんですけど、はい、すごい、なんか、興味湧いてきたね、はい、俺あでも、はい、何度もやるようなもんじゃないんでしょ。うん、全然、何度もやってもいいんですけど、うん、でもやっぱ1日に同じ質問は1回までっていうのはなんかタロットのルールで決まってて、で、ね、で一番最初の展開のこの何月何月っていうのはね、やっぱり全てだったりするんですよ。後で、あ、確かにってこう、おー、うん、あ、そうか、これメモってなくても、あの後で放送聞けば、そうそうそう、ね、リピートして聞いてね、はい、ちょっと参考にしたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、まあ、行った CM さんで、また後半ね、また、これからのね、サトリンさんの活動をちょっと聞いていきたいと思いますので、はい、はい、教えてください深呼吸のゲストに、はい、サトリーヌ藤原さんをお迎えしてますけど、はい、残り時間があと10分ちょっとに、あ、早い、早いですね、あっという間に、楽しい時間はあっという間に、はいはい、主に今後の活動とかですね、はい、まあ、これからこの番組を聞いてて、はい、ぜひ、サトリーヌさんに見てもらいたいって言っていましたら、はい、ね、あ、ありがとうございます。こういった方法で絶対見てもらっちゃう、ですね、まあ、Google 検索とか何でもいいんですけど、インターネットでサトリーヌ占いとかサトリーヌ藤原占いとか検索すると、私 の占いが申し込めるこう何ですか、ブログが出てきたり、うん、ホームページが出てきたりするので、そこからご予約いただければと思います。沖縄にいるのは、6日まで、ね、今回はそうですね、うんうん、次回は8月20日前後に来る予定です。
例えば今日聞いてる方で、はい、沖縄にいる間にやってもらいたいっていう方がいれば一応可能では全然大丈夫ですよ、はい、タイミングが、ね、合えば、はい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 、いいですね、今日聞いてることはラッキーですよ、はいね、うん、8月20日から来る時も結構今回みたいに長い、はい、その時はかなりそうですね、ちょっと短いですね、あ短い、あじゃあもう事前に予約してないと無理ですね、今度ね、そうですね、いつも、まあ、割と、まあ、埋まっちゃったりする、うんうん、沖縄以外では主にやっぱ東京ですか、はい、そうですね、あの事務所があるのが東京なので、うん、東京、名古屋、大阪界隈っていうかその京都、大阪、神戸で沖縄、うん、まあ、でも沖縄は今頻度でいうと東京か沖縄かぐらい、うん、そうですね、沖縄にお客さんがいっぱいいます、ねえ、よく来られてますからね、はい、ね、うん、ちょっとあのそう2年間ね、三越さんとかパレットも3でやらせてもらってたんで、うん、絶対数が多くて、うん、今 Facebook のお友達も半分近く沖縄の人だったりして、はい、ほとんどそうですね、そうなんですか、いやめっちゃ多い、だからびっくりして、あの共通の友達も、はい、もう何百人もいるわけです、そうなんですよ、100人以上まあお客様で出会った人もいるし、はい、そのお仕事で絡んだ方も、うんうん、はい、ですよね、はい、うーん、沖縄ラブですね、あいいですね、ちょっと飲みに行きましょうよ、飲みに行きましょう、ね、お酒飲みます、あもうすごい飲みますよ、あこれサルだ、すごいこれサルですよ、多分今青森も好きなんで、あいいですね、行きましょう、行きましょう、行きましょう、また次回ね、はい、するときは、はい、まあ、そのまま、はい、ここであの、うん、オーナーさんがあのビールも出してくれるんで、はい、そうですね、持ってきましょうよ、もう飲んだ感じで飲みながら放送して、飲んだ感じでも終わったらもうそこまで、うんうん、また臨場感が伝わるかもしれないですね、あいいですね、はい、いいですね、楽しみ楽しみ、楽しみ、これ、うん、ほらやりましょう、いい感じになってきたでしょ、今、いい風が涼しい、ね、いい風が、これ夕方いいですね、放送時間に、あの日がどんどん沈んできて、うん、で気持ちよくなってくるんだよね、サンセットが、さっきまでねめちゃくちゃ暑かったけど、ね、今いい感じだ、いい感じ、風が気持ちいいです、うんうん、もうそろそろね、あの、はい、東シナ海のサンセットが綺麗に、ま、もう真っ赤になってくるから、ね、こういうライブ感でのね、あのラジオ放送っていうのも、はい、あのなかなか沖縄では少ないんで、うんうん、そうですねまあ、うちの番組もね、もうこの、B サイズさんがあの営業してる期間しか、ここから、ねうん、放送できないんで、普段はね、貴重スタジオで、うんうん、この期間に、はい、あの出演される方は、はい、あの B サイズ、まあ、あの台風で1、はい、2回ね、あのうんうんうん、もうどうしてもスタジオに降りないといけないっていうことがあったんですけど、そうなんですね、ただ、こうね、やっぱり見ても分かるように屋根があるし、看板もある、はい、うん、あ少々なんだったら全然いい、なんか本当にリゾート感たっぷりで素敵な、うん、いいですよね、気持ちいい、次はね、まあ、ホントリングさん来た時も飲みながら、はい、ね、でもほとんどあるんでしょ、宿泊は那覇に、そうなんですよね、ただ沖縄市にも行くんですよ、あ泊まったりしますよ、泊まったことはまだないんですけど、お客様が沖縄市から来る人もいるんで、はいはい、逆にそっちでいっぱいになった場合はそっちに私が行くこともあります、はい、やっぱり飲むんだったらね、はい、あの 泊まってるホテルの近くじゃないとあるみたいな、あでもなんか全然移動はまあ慣れてるんでタクシーでそのまま帰っちゃったりとかするんですけど、へえ、いいですね、楽しみです、はい、すごいよね、でもね、うん、あの全国回りながら、ね、占いされてるので、あまり聞いたことないから移動だけが取り柄ですねなんかね、移動するのもあの癒しの人とね、そうですね、やっぱり旅行とかも好きなんですね、旅行大好きですね、海外とかよく行きますね、この海外の その占いとかも取り入れたりしてるんですか、はい、自分でも体験しながら、まあ、もともと中国から来てるとか、うん、さっきやってもらったのはイタリア、あのタロットはタロッキって言ってイタリアのトランプみたいな、タロッキ、はい、タロッキって言われてて、トランプなんですよ、ギャンブルの道具だったんですね、うん、
なので、まあ、旅行に行ったら、まあ、例えば香港に行ったらそういう御大神っていうお寺、占いのお寺に行ったりとか、うん、カトリーナさんでも一応なんだろう、占いをやりに行くんですか？あ、もう行きます。もちろん沖縄でも勉強のために行きますね、はいはい、まあ、これはタブーな質問かもしれないですけど、はい、あの沖縄のあのユタ県じゃないですか、はい、あれは占いに入るんですか？いや、あのユタの人たちっていうのはもっと聖域で、うん、霊能者なんじゃないかなと思いますけどね、うん、あ、そうですね、上の次元のことをやってる人、うんうん、占いもっとこう身近な次元のことをやってて、うん、統計学だったりするんで全く別種類だとは思うんですけど、うん、ユタは本当にすごいと思いますよ。行ったことはありますか？あ、ありますね。久高島とかも好きなんで、いいですよね。はい、ユタに見てもらったことあるんですか？いや、なんか声かけられて勝手になんか言われたことはあります。あなたそういう関係の仕事してるねみたいな。そうなんですよ。なんでだろうなって思って、ユタには見えるんですね。わかるんでしょうね。面白いですね。まあ、沖縄独特のね、ユタっていうこの文化っていうかね、昔からあるし、はい、あの高生まれしてるっていうんですけどね、はい、あの要はテントっていうか向こうの世界と近い、うんうん、ね、通信してる人っていう感じで、はい、だけど高次元だと思いますね。こういうでも沖縄独特の文化だけど、はい、でもあのこれ全国的にっていうか世界的に同じ人間だから あるんじゃないかなと僕は思うんだけどね、うん、内地の人の方は別に、うん、まあ霊能者っていうのかな、やっぱり、はい、もう言ったみたいな、うん、いや全然あると思います。ありますよね、うん、そっかね、沖縄は特になんかその祖先崇拝のこの地盤の地盤の、うん、とかもあるらしいですよ。流脈って言われてて、うんうん、特殊な、土地なんですよね、うんうん、沖縄自体がこのパワースポットみたいな、あ、そう、流の形をしている流脈って言われてるらしいですよね、うんうん、特にあのサトリンさんが、はい、あの感じる、まあ、久高島とかあるんですけど、はい、沖縄の地域でいうと、はい、どこがパワースポットですか？どこだろう。でもそれ多分人によっての相性とかはあると思うんですよね。あれらしいですね。よく行かれるなんかパワースポットとかある？私はよく久高島に、まあ、かなりこうメジャーですけど、うん、行ってます、うん、あ、うん、今度離島の方に久高島とかじゃないですけど、うん、行ってみたいなと思うとか何個もあるんですけど、久高島もいいですよね。自分も一度行きましたけど、うん、行ったことないな、久高島。なんかユタじゃない、苗さんっていう方に案内してもらって、あのセーパー御嶽からこう 、はい、見えるところですか？はい、そうです、ね、はい、久高島ね、うん、神秘的で、うちも行ったことないし、うん、神秘的ですね。いいですよね、なんか、不思議 なんか村のしきたりみたいなのがあるんでしょ、なんか、なんていうかな、石とかを持ち帰っちゃいけないとかはありますよね。ああ、そういうのとか、うんうん、なんかいろいろあるよね、うん、島のしきたりとか、ね、入っちゃいけない場所が今ね、結構ありますよね。そうです、はい、うん、面白いです。だから、まあ、沖縄県民としてね、全然知らないところいっぱいあるよね、またね。意外とじゃあ沖縄の皆さんはなかなかそういったパワースポット的なところには、まあこの間ね、チーカーと、はい、あの宮城島のね、そうですね、あのカフーバンタとか、うん、ムチマウスとか、うん、工場内の、うん、この、には行ってきたんですけど、はい、まあでも多分本土の人の方が詳しいかもしれないですけど、行ったりとかするのはね、やはり沖縄の人っていうのは知ってはいるけどそこまで足を運ばないっていう方が、うん、多いかな。うーん、はい、うん、もう、ね、もうあっという間にね、はい、もう2分を切りました。はい、あの最後、あのサトリンさん、なんか言い残したことありますか？はい、言い残したことですか？はい、宣伝とか、まあ、あの今、まあ、今月からですね、今月の前半後半って形で、うん、琉球新報さんのウェブサイト、はい、琉球新報スタイルっていうのの磨くっていう項目の中で、まあ、占いをあの無料でインターネットで、うん、あの配信してるんで、はいはいはい、まあ、各星座ごとのものなんですけど、はい、まあ、よかったらあの琉球新報
のスタイルっていうウェブサイトで見てみてください。はいはい、おありがとうございます。ありがとうございます。はい、FM ギラマレッツ深呼吸、この放送は、プレミアムウォーターオーシャンビューネルカフェココレジャーホテルかくれんぼクラブワインバーセントマリノレアガーデン B サイドの提供でお送りいたしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。またお越しください。はい、楽しかったです。お疲れ様でした。